孫の兄だ。よし。突如として現れた災難。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろ。オラの子を取り返しに来たんだ。兄に逆らうつもりなんだな。オラには兄貴なんていねえさ。とわかろう。貴様ももう少し頭が切れると思っていたのだから、ここまで間抜けだったとはがっかりした。まさか3でかかれば勝てるなどとバカバカしい計算じゃないだろうな。その程度でのこのこやってくるとはな。勝負ってな、肌強きゃいいってもんじゃねえぞ。ちにゃ作戦なんだ。そんなことなんかしてやがって。大丈夫か、ピッコロ。いよいよ貴様たちの死が近づいたようだな。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。何をこそこそと言ってるんだ。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。おめえ、とっておきの新しい技っちゅうんを出来上がったって本当か？ああ、だが木を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、楽しみにしてるぜ。食い止めてみっか。せいぜい頑張れ。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。
待たせたな。覚悟はいいか。何がサイヤ人だ。ざまみやがれ。俺、サイヤ人ナッパとの戦いだ。よし。圧倒的なパワー。俺にやらせてくれ。一瞬で5人まとめて片付けてみせるよ。大地が震えている。バカめ、力尽きてまた無駄死にしやがった。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。くだらねえこと言いやがって。てめえだけで食い止められるわけねえだろう。だってピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが食い止めるだと？この俺を笑わせるって、このガキが。よし、俺も血を引いてるんだ。
ピッコロさん、どうして僕を助けて。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王ともあろう、ものが。ガキをかばっちまうなんて、最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だが、ご飯。俺と、まともに喋ってくれたのは、お前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。ついに現れたな。なんだその面は、気に入らねえな。へへへ、そんなにあっさりと殺してほしいのか。カカロットの戦闘力はいくつだ。いいとしよう。
ベジータ。もう叩けねえはずだ。釣りティー、とっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。俺の孫は凄まじい力。よし、圧倒的な力でナッパを退けたぞ。この辺りなら人も動物もいねえだろ。喜ぶがいい、貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。要するに貴様は落ちこぼれだ。では努力だけではどうやっても到来の手を見せる。どうしたかこの人、そんな程度じゃないだろう。マッパの人を倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。中でもナンバーワンの実力者。その後ろ笑いもたちまち消されて。今のは限界だとしたら、とんだ期待外れ。
お前はもう終わりだ。もう何件もダメかと思ったぜ。